じゃじゃーん、激ブルフィッシング。リールを巻くとブルブル、リールが震えるんだって。どんな感じになるのか開けていってみようね。よいしょ、開いた開いた。どんな感じのリールなのかな。まずはリールを見ていってみよう。こんな感じ。そして先にはこの針がついているね。じゃあ奥の方に投げてみようかな。あれ、こうか。こうしてまずは長く長くしてみて、よいしょ。そして引くよ。そうすると、あ、ブル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 いってる。すごいな。こんな感じでとっても生きがいい魚が釣れているよ。それじゃあ今度はお魚さんを見ていこう。お魚さん、まずはクジラ、とっても大きなクジラが登場。クジラに、これはなんだ？これは、タコさんかな？タコさん。それから、これが、あ、これはエビ、エビだよ。そして、これはエイかな？エイ。平べったい魚だね。そして、これ、あ、これはフグ、フグだね。そしてこれが、あ、網だね。釣り上げて網で捕まえる。お魚さんもう一つ、もう一匹。これはカニさん、カニさんがいたよ。それじゃあこのアンパンマンの池にお魚さんを放していこう。お魚さんがどんどん池の中に入ったよ。よし、じゃんじゃん釣っていこう。いくよ、釣れるかな。よいしょ、あ、釣れた釣れた。まずはフグ、フグが釣れたよ。それじゃあ次次次は、あ、タコ、タコさんも釣れたよ。よし、タコさん釣れた。それから、あ、クジラ、クジラ釣っちゃおうかな。おっ、クジラ、クジラは、おお、すごいすごいすごい、引いて引いて、あー、逃げちゃったな。それじゃあクジラさんの前に、よし、カニさん、カニさんも釣れたよ。よし、カニさん釣れた。それじゃあこのエビさん、エビさんも釣った。あ、逃げちゃった。じゃあエイの方を先にしようかな。エイ、エイ、エイをエイって釣ったよ。よいしょ。そしてイカさん、カニ、あ、エビさんだね。エビさんを釣り上げた。エビさんも上手に釣ったよ。よし、外れないかな。よし、外れた外れた。じゃあクジラ、クジラさん、クジラさん、かかってかかって、針にかかった。よし、それじゃあブル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 いって、釣り上げた、釣り上げたよ。よし、クジラさんも捕まえた。